おはようございます。レイです。9月2日月曜日の今日はくず餅の日です。1805年文化2年に江戸亀戸天神参道に創業し、くず餅、あんみつなどの製造販売を手掛ける株式会社船橋屋が制定。小麦粉を発酵させて作るくず餅は適度な柔らかさとしなやかな歯触りで、江戸時代から愛されている和菓子唯一の発酵食品です。記念日を通してくず餅の美味しさをさらに多くの人に知ってもらうのが目的。日付は9と2でくずと読む語呂合わせからとあります。ちなみに漢字で表記されるくず餅は、豆科の植物のくずの根より抽出したでんぷん、くず粉を原料とするのに対し、くず餅は長期発酵させた小麦でんぷんを原料としています。同じくず餅でも発酵食品と言えるのは、小麦でんぷんを原料としているくず餅のみとなります。ちなみにね、漢字の方のくず餅は主に関西で作られ、ひらがなのくず餅は関東で作られる銘菓です。ちなみにくず餅とわらび餅はね、見た目も似ているんですけれども、その起源と製造方法はね、やはり全く異なる和菓子なんです。わらび餅はね、山菜のわらびの根を原料としておりまして、わらび粉に砂糖や水飴を加えて生地を作って蒸して作るのがわらび餅になります。まだね、暑い日が続く中でね、こういったちょっと冷たいお菓子、少しね、欲しくなりますよね。この動画がね、何かのお役に立てれば幸いです。もしよろしければ、高評価とチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、今日も良い一日をお過ごしくださいね。では。